あの、僕は今日ここに来ればあなたと会えると思って、やっぱり僕はどうしても会って謝っておきたかったんです。覚えていますか、いつかメールでとても気になる女の子のことを書きました。とても親切な女の子です。僕はその女の子に恋をしていました。ちゃんと話したこともない人なのに、自分でも不思議なくらい僕はその子に夢中になりました。理由はすぐに分かりました。メールには書けなかったけど、僕はあなたとその人をずっと重ねて考えていたからです。自分でもおかしいと思うけど、どうしても同じ人に思えて仕方がなかった。そしてあの日、あの公園でその女の子が本当にあなただということを知りました。あなたの口からあなたの名前を聞いたとき、僕は夢を見ているのかと思いました。あの時、僕は本当に嬉しかった。その気持ちをすぐにあなたに伝えようとしました。でも僕の口からは言葉が出てきませんでした。怖くなったからです。僕の方はあなたが想像していたような千春なんだろうか。もしあなたが実際の僕と会ってがっかりしてしまったら、そう考えました。僕は逃げ出して部屋であなたのことを考えました。まだあの場所で僕を待っているかもしれない。戻って謝ろう。僕は悩みました。でもやっぱり僕にはできなかった。情けなくて涙がこぼれました。メールのあなたは僕が日本に来て初めてできた友達です。学校にまだ友達がいない頃、僕はあなたのメールを読むのが本当に楽しみでした。寂しくてアメリカに帰りたくなった時、あなたからのメールを何度も読み返していました。僕はあなたに嫌われて、あなたのメールを失うことが本当に怖かった。それなのに結局僕は大切なあなたにひどいことをしました。僕を許してください。そしてお願いです、もう一度あなたと本当の友達になって僕を好きになってもらうチャンスをください。ありがとう。あの、僕は青木千春と言います。自己紹介です。ずっとあなたに聞いてもらいたかったんです。僕はアメリカから来た留学生で、今日ひらめき高校を卒業しました。僕は何度もあなたを街で見かけて、その度にいつも気にかかっていました。そして今はあなたに恋をしています。はじめまして。